キプロスのラルナカにある、キモンの共像、キモンは、アテナイの政治家、将軍である。彼は、ペルシア戦争以降のアテナイの覇権と、海上帝国の形成に大きな役割を果たした。キモンは、マラトンの戦いでアケムネス朝、ペルシア軍を破った英雄、ミルティアデスとトラキアの王オロロスの娘ヘゲシュピレとの間に生まれた。また、歴史家のトゥキュィデスとは親戚である。 キモンが若い頃、当、ミルティアデスが、パロス島攻略失敗により、国会の配信の罪で告訴され、50タラントンもの大金を罰金として課された。しかしミルティアデスはこれを払うことができずに投獄され、紀元前489年に獄死した。罰金は、このキモンにも引き継がれたが、当然彼にも支払いは、不可能であった。当時、彼は、 エルピニケという実の姉を妻としていたが、彼女に恋した、カリアスという裕福な男が彼女を譲ってくれるなら、罰金を肩代わりしてもよいと持ちかけてきた。キモンは拒否したものの、エルピニケは、キモンを父のように告示させないために、それを受けた。その後、キモンは、メガクレスの娘で、名門、アルクメオン家の一人イソリケと再婚し、ラケダイモニオスとエレウスの双子を、 続いて、テッサロスという公営た。アルクメオン家、カリアス家、そしてキモン家はいずれも、アテナイを代表する大貴族の家柄であり、キモンが関わった、この2件の結婚は、ペルシア戦争での活躍によって、アテナイの第一人者となっていたテミストクレスに、対抗するための貴族三夜の貴族連合であった。貴族派のアリステーデスの助けもあって、貴族連合の中心に立った、キモンに対する、 対抗場となった。ちなみに、ラケダイモニオスとは、ラケダイモン人、エレウスは、エリス人、テッサロスは、テッサリア人という意味で、キモンの、この外国かブレブリは、ベリクレスによって批判された。紀元前477年に将軍に任命された、キモンは、アリステーデスと共に、ビュザンティオンから選手的で横暴な振る舞いをしていた、スパルタの将軍パウサニアスを追い出し、続いて、 デロス同盟軍を率いてペルシアと戦い、紀元前463年までデロス同盟のほとんどの作戦を主導した。紀元前475年に彼はエイオンを落とし、続いて反抗的な態度をとっていたドロペス人の住むスキュロス島を攻略し、島から彼らを追い出した。そして帰国に際して彼はギリシア神話の英雄、テセウスの骨を当てないに持ち帰り、三つのヘルマ像が アテナイの周りに建てられたという。紀元前469年、または紀元前466年にはパンヒリアのエウルメドン川の戦いでペルシア軍の陸海軍に対して圧勝し、その時にファセリスなど多くの死がデロス同盟に加入した。小アジアでの勝利の後、キモンはトラキアのケルソネソスに移った。そこで土着の諸民族を征服し、 紀元前465年から紀元前463年にかけてトラキア人と戦った。紀元前465年にタソス人がトラキアの鉱山をめぐる紛争からアテナイに対して反乱を起こした際、キモン率いるアテナイ艦隊がタソス艦隊を破って上陸した後、キモンはタソス氏を包囲した。タソス人はスパルタに助けを求めたが、地震によってならなかった。 これらの成功にもかかわらずかそのゆえと言うべきか、紀元前463年にキモンは、ペリクレスらによって、この時、マケドニアに侵攻すれば、たやすくできたにもかかわらずに、それをせず、マケドニアをアレクサンドロス一世から賄賂を受け取ったとして告訴された。しかし、ペリクレスへのエルピニケの口添えもあってかキモンは、無罪を勝ち取った。スパルタに対して、ヘロットが放棄した時、 エピアルテスの反対もあったものの、ヒモンはそれを押し切って多くの市民の支持を取り付け、紀元前462年頃に4000人の重装不評を率いて、スパルタへ自ら援軍として向かった。しかし、アテナイ軍のイトメ山攻略失敗の後、彼らが敵に願えるのではないかという疑いを持ち、そして彼らが道理んでないこと、そして勇気と革新の気風によって、 スパルタ人は、アテナイ軍だけに帰国を命じた。この侮辱的な扱いによって言い出しっぺのキモンは、政治的信用を失い、紀元前461年に10年の期限で、当編追放された。紀元前457年の棚倉の戦いの時に、キモンは戦場に赴いて、アテナイ人に協力を申し出たが、拒否された。キモンの追放を受け、民主派で、 貴族派のキモンと対立していたエピアルテスは同じく民主派のペリクレスの協力を受けつつ、アルコン経験者からなる貴族派の画上アレオパゴス会議の力をそぎ、権力を民衆側、すなわち民会に移し、民主化を推し進めた。キモンの追放の後、アテナイとスパルタとの間で戦争が勃発した。このためにアテナイは、 キモンの手腕を必要とし、紀元前451年にキモンを呼び戻した。そして自身がスパルタと主客関係を結んでいたこともあってか彼は、スパルタとの間に5年の休戦条約を締結した。翌年、キモンは、キュプロス島のギリシア諸都市のペルシアへの反乱を助けるために、キュプロス遠征を提案し、自ら200隻の艦隊を率いて、キュプロスへと向かった。 彼は60隻同じくペルシアと戦っていたアミュルタイオのいるエジプトに送り残余の部隊をギリシア諸都市の援軍として用いた彼はキュプロスの大部分を制圧した後キティオンを包囲したがその途中に病死した彼の死後遠征軍は撤退を決定しサラミスの海戦でペルシア軍を破った後帰国したキモンはその後アテナイに葬られた 人々は彼の死を大変悲しみ、記念碑を建てた。生前より鬼門は大変気前の良い人物であり、自分の農地に柵を設けずに、そこの収穫物を人に好きなだけ取らせたり、食事を施すなどした。コルネリウス・ネポスによれば、彼の財の恩恵を受けぬ者はいなかったという。ありがとうございます。